really. It's just a one signal. It's bad.見えてるかな、これ。日本は今夜中かな。こっちは昼の11時30分です。昨日から家の Wi-Fi の調子がずっと悪くて、今電波超悪いんですけど、これ皆さん見えてる？聞こえてるかな？聞こえてる？はい。デルージョナルがリリースされてます。音楽配信、その、まあ、Spotify だったりとか iTunes だったりいろいろなところで、で映画も、公開になりまして、非常になんかこういろいろな人たちからリアクションがたくさんあって、嬉しく思います。皆さんチェックしてくれてありがとうございます。まあね、キングダムの主題歌っていうのもあって、まあそのなんだろうな、多分普通に野面で出すよりはいろんな人たちがこう聞いてくれる機会が増えるんじゃないかなと思うんですけど、皆さんキングダム見ていただけましたでしょうか。先ほどなんか一応まあ発売というかリリースしたので、リリースしてからの、まあ、今後ツアーが始まるんですが、9月からですね。そのツアー、のお話だったりとか、あとはまあ、この後も引き続き、まあ、ずっと書き続けてきた、溜め続けてきた曲をですね、まあ、リリースしていこうかなと思ってます。で、そうだな。何から話そうかな。まあ、あれだ。まずはその、都知事選？すごい、今まで以上に投票率が上がったっていうことだったので、僕はその時、ちょっと始まる前にね、日本にいなくて、で、まあ、いなくても投票できる、やり方を模索したんですが、結果こっちに来てできたと思ったらできてなかったっていうことで、僕は残念ながら、本当に悔しかったんですけど、いけませんでした。でもまあ一応自分の中ではこういう人に入れたいなっていうのがあって、いろいろとあの後皆さん誰だ誰だっていうお話を多分されてたと思うんですけど、なんかね、あの場所でなんかもろに名前言うのも違うのかなっていう、エンターテインメントとしてもなんかまあ賛否両論あるので、まあ僕の場合はあんまりそういうことを言ったり話したりすることにビビったりするタイプではないというか、大事なことだと思ってるので、むしろ喋ったりそういうことについて日本のことを考えるっていう意味ではすごく大事なことだと思うんですけど、でも良かったなと思ったのは、その話したことによって、まあ賛否両論あるとはいえ話題になって、ちゃんとみんながそれについて議論をするっていうことがすごくまあ、民主主義のあり方としてすごく僕はいいことだなと思うし、日本という国でね、まあこれは本当に世界に出てみないと、あの時も言いましたけど、分かんないことってたくさんあるんですよ。日本に住んでるとやっぱり日本のことしか考えないし、でもやっぱり一番大事なことって、海外に出てみてどれだけその自分の国が豊かで素晴らしい国かっていうことを実感することによって、さらに多分日本っていう自分たちの国に対してのリスペクトだったりとか、やっぱりもっともっとこの国を良くしていきたいなっていうことだったりっていうことを思うと思うので、まあ僕は僕なりの立場でああいう発言をしましたけど、まあね、残念ながら今までとまあ、統制が変わっていくっていうことは残念ながら今回は起きなかったんですけど、まあムーブメントとしてああいうふうにいろんな若い人たちが選挙に関心を持ってですね、投票しに行ってくれたということは、僕は東京都民としてまずすごく嬉しいです。で、まあ本当にこういろんな人たちが、フィルターをですね、こう
かけずにですね、今自分たちに必要なリーダーはどんな人かっていうことをそれぞれがそれぞれの意見でもって決めることが僕もすごい大事だと思ってて、まあ、あの候補者の方々も僕も一応一通りちゃんと全部あの見させていただきました。まあ、東京都民なんでね、まあ、結果的にあの投票できてないお前が何言ってんだって話はちょっとぶっちゃけあるんですが、まあ、それはちょっとあの僕の、 あの不徳の致すところというか、まあ、申し訳ない気持ちで僕もいっぱいでした。でもあの意思としてはああいう形でまあ表現させていただいてますし、あのそうだ、それでなんかあの新しい曲のですね、デリュージョンの、まあ、ジャケットがですね、まあ、いわゆる、政治的な、まあ、いわゆるこう選挙活動をしている人の姿に見えた方もたくさんいるかもしれないんですが、新しいアニメーションもつけて出していて、それが、まあ、ある一人の候補者の方とすごくリンクするっていう、これはね、すごい僕もびっくりしました。っていうのは、やっぱりこういうアルバムを作ったりとか、シングルを出したりとか、ジャケット写真を撮るっていうのは、ただ皆さんそんなに、考えてないかもしれないんですけど、まあ、準備が必要なんですよ。で、準備が必要っていうのはどういうことかっていうと、まあ、もっともっと前に、こう出したのが昨日2日前だとすると、あの写真を撮る、選ぶ、どういうアニメーションをつけて、どういうふうに出すとかっていうことを考えるとですね、到底、東京都知事選のはるか前に準備をして、できてる状態でいつ出すかっていうことで、やっぱ物事を進めていくので、準備がすごく必要なので、ああいう写真とか、ああいうグラフィックっていうのはもうとっくに出来上がってるものなんですね。だたまたま、ああいう形でリンクしたっていうのは、まあまあぶっちゃけ言うと僕は西丸さんを推してたので、これはなんか面白い、なんかマッチングっていうんですか、わかんないけど面白いなって、なんかこういうこともあるんだなっていう。でもなんか物事って別にスピってるわけでも何でもないんだけど、やっぱり言葉とかその行動とか以外でもなんかこういろんなことを引き寄せたりして、自分のまあ気分とかね、気持ちもあると思うけど、なんかそういう不思議なことってあるじゃないですか。不思議なことってあるんですけど、まあ、なんかあれはすごい不思議でしたね、自分の中で。でもなんかやっぱりあの後も僕、石丸さんがなんて言うんですか、自分の多分なんか動画配信、ちょっと僕疎いんですが、でもなんか喋ってくれてたのをちょっと見まして、ですごく僕らのこともチェックしてくれて、まあ、それすごく嬉しかったです。でまあね、ああやってこう誰か一人を個人的にこう押したり、まあ、僕の立場的からするとですね、そういうことすると、まあまあ、ある一定数の人たちはいろいろ言ってくるんですけれども、それでいいんだと思うんです。全然それに対して違うと思うことも大事だし、じゃああなたはどうするのっていうことが大事だし、人間って100人いれば100通りの考え方があって、で近しい人たちはやっぱり集まる。でも平和じゃないとか危機感を持ってる人間たちっていうのは、やっぱりその似てる者同士だから集まったらいいっていう考え方以外にも、もっともっとやっぱりこう緻密な計算をしてですね、いろいろな自分の中でこうしていきたいって明確なビジョンがあって動くので、まあやっぱり目立てば目立つほど敵が増えるというか、反応してくる人たちも多分相当強い人たちが多いんだと思うんですね。でもそれくらいみんな真面目に個人個人で日本のことを考えてるという、僕は素晴らしいなと。まあ、平和だったら政治は必要ないし、僕らも関心持つ必要がないんですが、今のこの混沌とした世界を見るととても平和とは言い切れないからこそ、みんながやっぱ焦って、じゃあどういうふうに人間が行動すべきかっていうことを、政策だったりとかその人の人格だったりとか、まあ、いろんなものを見て個人的にみんなそれぞれが判断して、そのリーダーに自分たちの気持ちを託すということだと思います。でも今の日本見ててもね、いろんな政党があっていろんな意見があって、でも右も左も関係なくて、日本を良くしたいっていう気持ちは僕一緒だと思うんですね。ただやっぱりいろんな考え方があるから、それを統一するのは難しいと。で特に日本っていうその国はですね、やっぱりこう繊細でいろんなことをやっぱり世界的に見ても細かく考えたりですね、まあご飯なんかでもそうなんですけど、やっぱり職人気質だと思うので、真面目ですしね。
だからそういう意味ではやっぱりこう他の国の人たちとはだいぶ違うセンスを持ってる人種だと僕自身は海外に出て、思うんですが、まあ、なんで一部クソみたいな週刊誌がですね、またそういうことに対してネガティブな捉え方で言葉を使って、本当こいつら言葉のプロなのかなと思うことが本当多々あるんですが、まあ、でもそういう昔ながらのやり方というね、まあ、それで今までいろんな人たちを引きつけてきたという現状もあるので、まあもう時代は変わってきますし、やっぱり僕はなぜ石丸さんだったかっていうと、まあ若くて、そしてまあ知らないんですよ、お会いしたことないですし、みんなお会いしたことないです、政治家の皆さんほとんどがね、立候補されてる方どういう人間性を持ってるかっていうのはわからないんですが、今この時代にどういう人が必要かっていう、そこだと思うんですよ。やっぱり既存のね、今までのやり方を貫き通して僕らはそれにイライラが募ってるっていうところで言うとね、やっぱりもちろん自分たちが選挙に行かなかったこともほっといたことも悪いんですが、やっぱりみんなで日本を良くしようっていうことが僕は大前提であるので、議論されることもいいことですし、まあ、僕はこういう立場で発言をして、まあ、やっぱり賛否両論あるのももちろん分かってますし、それでもやらなきゃいけないことがあるんですよね。それは なぜかっていうと、日本人であるし日本が好きだからっていう、でみんなそうだと思うので、まあ、今回は石丸さん残念でしたけど、またね次のアクションを、起こして、くれるときにまたそれなりに期待をしたいですし、また今回ああいう石丸さんみたいな方、他に都知事にこう立候補された方もう見て、あ、素晴らしい人たちがいっぱい日本のことを思って考えて動いてくれてるんだなっていうのはすごく強く感じましたので、またこれをですね、これに刺激を受けた今の若い子たちが、僕は音楽ですけど、また政治というジャンルで自分で手を挙げて、何かこれからの時代に合った形での、まあ、いわゆる、うん、若い政治を考える人たちというのが出てきてくれると、まあ、僕は嬉しいなと思います。でね、まあアメリカでは本当にトランプさんとか今すごい話題になってますね。ああいう暴力でもってこう何かを弾圧しようとする、まあだから本当今回僕が一生懸命このリリースした曲だったりアルバムのテーマっていうのはもうずっと何年も前から試行錯誤して作り上げてきたもので、でまあそれが結果的にこう今タイミングでドンピシャでハマってるわけなんですけれども、やっぱり世界中がこう混沌として民主主義っていう、まあ、ことがこう揺らいでいきそうな状況の中でですね、やっぱり立ち上がる人は立ち上がるし、声を出す人は声を出すし、これは多分日本のみならず世界中で今はそういうことが起きてると思うんですね。なんで僕はロックバンドですけど、この後始まるツアーでもってやっぱり見に来てくれた僕らのファンに対して、ワンオクロッカーに対して、世界カルチャー言語関係なく自分たちの意思というものを提示していきたいなと思うし、日本のことだけではなくて世界中の若い子たち、僕らを好きな人たちがやっぱり世の中を良くしようと思って動いてもらいたいなっていう、それはすごくやっぱり思ってます。でまあもちろんね、こういうことをやるときっていうのはすごくエネルギーも必要ですし、精神的なやっぱり疲労っていうものも伴うので大変なんですが、それがやっぱり僕の中での、まあ、音楽をやる上での一人の人間としての、まあ何でしょうかね、やるべきことというか、音楽人として表現していかなきゃいけないことだなと思います。今までもね、いろんな僕が好きだったロックミュージシャンって、まあ最終的にやっぱみんなそこにたどり着くんですよね。まあ最初はロックバンドなんでモテたいぐらいから始まって、でそして人気が出てくるとまたいろんな壁にぶち当たってですね、まあ世界に出てみたい、僕らなんかはまあ世界でやるっていうのが元々の目標だったんで、まあ今もこうしてやらせてもらってますけど、まあ、そうやってどん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 いろんなまあゲームでいうところのシチュエーションをクリアしていくとですね、次に必ずこう次のシチュエーションが出てきて、またそれをクリアしていくと、
まあ、ロールプレインゲームみたいな話なんですが、だから僕はやっぱりその世界に出て今こういう状況でワンオクロックを応援してくれてる人が世界中にたくさんいるっていう立場で物事を考えた時の僕の発言なので、当然わからない人はわからないと思いますし、少しでも共感してくれる人たちは共感してくれる人たちで、すごくやっぱり僕もコミュニケーション取りやすいというか、だからまあ、あの総じて言うと今回はあのこういう形になりましたが、すごくあの良かったなと思います。皆さんがそういうことに反応してくれること、まあ、あの本当いろんな方いらっしゃるので一概に誰がいいとかとは言えないんですが、あの僕はどちらかというとやっぱりみんなが一つの方向に、たとえ考え方が違ってもやっぱり日本人として手をつないで、あのいい未来を作っていこうよっていうのが、僕はやっぱ平和で音楽的に一番だなと。もちろん言わなきゃいけないときは言わなきゃいけないので、そういう批判覚悟で言いますけど、まあそうしていきたいなと思ってます。でおかげさまで今回のあのツアーもですね、びっくりするぐらい、早いスピードでチケットがなくなりまして、台湾は1時間で、4万人のチケットが売り切れました。おかげさまで本当にありがとうございます。台湾とか台北ですね、ごめんなさい。まあ、本当にこう世界情勢がいろいろ厳しいとですね、こういうあの一つ言葉とっても批判されるようなことがあるので、本当に気をつけなきゃいけない。でまたそのどっち側なんだとかね、まあ、言われるんですけれども、僕はミュージシャンなので、あのどっち側とかね、世界の平和を願ってるだけです。でもまあ、あのそういう状況の中でもあのすごくやっぱり、こうやって僕らを見たいと思ってチケットを買ってくれる人たちが世界中にこんだけいてくれるっていうこと、もうこれは本当にありがたいですし、いやもう僕らはありがたいで終わってんじゃなくて、やっぱそれをちゃんと形にしていかなきゃいけない立場なんですよね。だから僕らまだまだこれ通過点でもっと先目指しますけど、先を目指せば目指すほどやっぱり僕の夢とかこの世界に対しての思いとか日本に対しての思いっていうのはやっぱりより強くなっていくので、あのそういう意味ではこのタイミングでこのアルバム、このこういう曲をリリースするっていうのはすごくワンオクロックの歴史にとっても、あの日本の、芸能界とか、あの日本のいわゆるミュージックのそういうロックでもポップでも何でもいいんですけど、そういうことにもすごくやっぱあの大切な歴史の1ページに僕はなると思ってます。なのでまあ、あのぜひこの後もねリリースされる曲、歌詞も含めて皆さんにぜひチェックしていただきたいなと思ってます。僕のこの数年間の思いというものがもう全部余すことなくここに入っているので、あのぜひともですね聞いて、あの今の世の中、自分の未来、そういったものをこう照らし合わせながら見ていただけたら僕は嬉しいなと思います。まあ、またあのきっとアルバムリリース後にはですね、アルバムの発売してから、まあいろんな話を、まあどっかのメディアなのか、まあこういうインスタグラムライブを通じてですね、皆さんに話していきたいと思うんですが、本当に時間がかかってます。これは。すごい。もう、今ここで話しちゃうとちょっとあれなんでね、また後で撮っときますけど。いや、本当に時間をかけてきたので、まあまた機会があればね、アルバムについてもお話を。したいと思ってます。あとまああのすごい YouTube をちょっと見てたら、僕らのこの新しい新曲のリアクションを撮ってくれてる人たちがいて、すげえ面白くて、なんかあったかい気持ちになりましたね。ありがとうございます、皆さんやっていただいて。あのこれ言っていいのかな、あのキョピンヌさん、あの僕らのことを多分ずっとYouTube のチャンネルでいろいろ応援してくれてた方いると思うんですけど、まあ、ファンの間で有名なのかな、あのあえて今まで話してきませんでしたが、っていうのもやっぱりその彼は彼自身であの自分なりに自分の意見を持ちながらワンオクロックを好きでいてくれて、まああれはほぼワンオクロックのためにしかならないんですけど、あの自分があんまりねこう SNS っていうのを頻繁にアップしたり、まあ、情報もですねテレビにも出ないですし、あのなかなかこう拡散されない中で言うと相方ってすごくありがたいんですよ。ワンオクロックからするとどん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 発信をしていただいて、やっぱりそういったものがいろんな人に届いたりするのですごくありがたく思ってまして、
ただやっぱりそういうものをですね、僕がこう公式にこう話をして公認してしまうと、何か、なんかちょっとこう、トゥーマッチかなと。彼は彼の意見で、やってくれてるので、むしろそこは逆に自由にやっていただいて。で、またいろんな企画でなんか、ライブのセットリスト予想みたいなこともやってるんですけど、やっぱりね、気持ち悪いじゃないですか。その、当の本人と、その一生懸命そこを自分で試行錯誤して考えてくれてる人があまりにも濃くつながっていて、なんか、こう、だん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 こっち寄りになってくるのも。やっぱファンにもいろんな気持ちを持ってる方がたくさんいるので、僕はそれは独立型として考えて、本当に素直に応援してくれて、自分の気持ちを話してくれてる人たちだと思ってるので、それはそれでそっとしといた方がいいのかなっていうので、あえて今までこう触れてこなかったんですが、本当にいろいろ歌詞もですね、和訳を、こう、英語から日本語にして自分なりに多分、やってくれて、すごい世界観もちゃんと日本語で伝わってましたし、まあ、この場で申し訳ないんですけど、感謝してます。それ以外のリアクション動画を撮ってくれた方に対してもすごく感謝してます。ありがとうございます。まあ、やって政治的なことを話しているので、まあ、先ほども言いましたけど、皆さんたちが皆さんたちの解釈でですね、いろんなことを考えてもらって、これってどういうことを考えてるんだろうって考える時間が僕はすごく大事だと思うので、まだまだ激しい言葉を綴った曲たちがこの後も出てきます。でもそれはもちろん美しいメロディーと美しいサウンドとともに、僕の熱い気持ちだったり強い気持ちっていうのが表現されているので、まあ、ちょっと歌詞だけ取って、思想的な部分でこいつはこういうやつなのかみたいな風に、こう、勝手に解釈されるのは、それはちょっと困るんですが、でもまあ一つの意見としてですね、議論をするには、とてつもなく素晴らしくいい、まあそして強く、今のこの時代背景をしっかりちゃんと汲み取った歌詞になっていると僕は思っているので、まあ、ぜひそこはチェックしていただきたいなと思っています。とにかくいろいろ自分たちの曲を使ってですね、自分たちのチャンネルで拡散してくださった世界中の皆様、本当にありがとうございます。あとは何でしょうね。ツアーのこと話したでしょ、曲のことも話したでしょ、キングダム帰ってみます。はい、日本に帰ってからゆっくりこそっと、ちょっと時間見つけて見に行きたいなと思ってます。まだね、その映画館で流れてる自分たちの曲を聞いたことないんですよ。でこれもすごく面白くて、なかなかそのキングダムの、ちょっと僕がこっちにいるのもあるんですけど、制作中っていうのもあるのであれなんですが、なかなかそのプロモーションにも少しこう、まあ、参加するタイプの人間でもないんですが、ちょっとあまりにも全然何もできてないので、いろいろちょっと一つ小話なんですが、僕が行ってるハリーの先生がいるんですよ。でその方いろんな方やられてて、今回のキングダムの本当にもうすごい、まあ、メインになってると言っても過言ではない、まあ、大沢たかおさんね、やっぱりその彼がすごい演技をやっぱりこうずっとなんか身を削ってやってきたのを、実はそのハリーの先生が一緒で聞いてたんですよ。で場所、その場所でも何回かお会いしたことあるんですが、まあ一応キングダムは僕らファーストやらせていただいて、でルロニケンシも前作やらせていただいてたんですが、そのアニメの実写っていうのをですね、やっぱりなんかこう僕の中であまりにもイメージがつきすぎてしまうのと、やっぱりどうしてもタイアップ用に曲を書かなきゃいけないので、自分たちのアルバムを作るときにどうしてもですね、その順番というか難しいんですね。やっぱりああいうところに出す曲は作品に沿っていて、なおかついろんな意味もいろんな、そのなんていうんですかね、隠されたメッセージとかもいろいろ考えてやると、やっぱり気持ちに余裕がないとできないですし、もちろんいい曲を出したいっていうのがあるので、なかなかそういう部分ではやっぱりその向こうのタイミングに合わせて曲を書いたり作ったりすることって難しいんですよ。なのでまあ一応そのファーストはやらせていただいたんですが、セカンドサードはちょっと一応すいませんという形でお断りしてた状態でした。でも、その今回のファイナルでですね、実はそのまあハリーの先生が、まあ、大沢たかおさんがかなり今回は身を削ってこの映画を、まあ、ずっと撮ってきたと、何年もかけて、で大沢たかおさんもぜひワンオクロックに戻ってきていただけたら嬉しいなっていうお話をしてたよっていうのを聞きまして、まあ、すごくその針野先生にもお世話になってますし、大沢さんともその場所で何回かお会いしてですね、実は昔
僕はまだちっちゃい時にお家が近所だったっていうのもあって、なんか親近感もあってですね、でそういうお願いをされたので、分かりましたということで今回やらせていただきました。またあのこんな形でわざわざ呼んでいただいて、カムバックさせていただいて、本当にキングダムのキャストの皆さん、監督の皆さん、スタッフの皆さんには、あの僕らみたいなこういうバンドをですね、危なっかしいバンドをまたキングダムで使っていただきたいなんていうふうに、あの使っても使いたいっていうふうにあの言ってくださること自体がすごくありがたいなと思ってますし、感謝申し上げております。あの感謝申し上げます。ありがとうございます。で、まあ、そんなことがありまして、今回やらせていただきました。なのであの本当に映画と一緒に、ね、曲楽しんでいただけたらいいなと思ってますが、まあ、一つのこれ小話としてそういうエピソードがあって、あの今回キングダムの、まあ、ファイナルを一応担当させていただく形になってます。まあね、やっぱ世の中ってもちろんお仕事も大事ですけど、そういう人と人とのつながりみたいなものもすごく、自分はこのバンドをやってきて、そういうところでご縁を感じてお仕事に発展したりっていうことも多々あるので、まあ、そういうなんかこうなんですかね、モチベーションみたいな気持ちとかそういうものはやっぱり大事にこれからもしていきたいなと思ってます。はい、というわけで、あと何か話すことあったっけな。今回隣に一緒にアルバムを今回ずっと作ってるタイラーも一緒にいます。まあボーカルコーチやってくれたりとかですね、まああのたくさん僕がイライラして、うまくできない時にイライラしてですね、その後こう、まあ、近すぎるがゆえに言い合いになったりとかしながら今回のこの曲もできたんですけれども、これ面白いのがやっぱりその日本人のバンドなんですけど、携わってる人たちはアメリカ人なんですよね。でイギリス人ももちろんいますし、でも今回のアルバムってその国境とかカルチャーとか言語を超えてですね、僕らがこの10年ぐらい本当に世界を目指して今やってきた、その中でやっぱりこうつながってったチームなんですよ。なんで国籍ももちろん性別とかもそういうものは全くその このアルバムの制作に関しても関係なくて、それもなんかまたすごく自分の中ではいいなと思ってるんですが、やっぱりこう面白いなと思うんですね。政治的なことをかなり強くテーマとして推してる今作で、まあ次に出すアルバムもそういうものなんですが、やっぱり主張が違うじゃないですか、国によって。でもそれでもやっぱり何か自分のそういった気持ちにみんなが賛同してくれるっていうことが俺はすごいなと思うし、国を越えてそういうことができるのが、僕今回このアルバムを作るのに、これもう一回話しちゃって、本を作ったんですね。自分のいわゆる今回作りたいアルバムというものの、まあ、中に、まあ、もちろんその政治的なものがあるので、まあ、こっちにいる人間で、例えば分かんないですよ、もちろんそのライブで来てたりとか制作も今までやってきてますけど、その政治的な発言を盛り込んだ時にやっぱり一歩引く方もいるんですよね。まあ、日本とのアメリカの関係も歴史上、まあ、戦争の後からもずっとありますし、まあもちろんアジア人に対して心の奥底ではよく思ってない人も多分もちろんいるし、まあいろいろそれは人それぞれあるんですが、まあそこはやっぱりそのお互い理解し合って、話し合いもして理解した上で、まあもちろんそこにはもっともっと深いテーマでの説明が必要だろうということで本を作ったんです。それはもう日本の歴史をしっかりと盛り込んで、アメリカと日本の関係値、今どういう関係値なのかっていうことも全部そこに記して、だからこそ僕は日本人としてこう思ってるんだということをですね、かなり熱い本にして、僕らのこの今回の今作に賛同して、一緒に曲を作ったりプロデュースしたりしてくれてる人全員に配ってですね、まずこれが皆さんにとって、理解できるものかどうかっていうところから始まって、作り出したアルバムなんですね。なんで非常に時間もかかってますし、非常に国も違うしカルチャーも違うし言語も違う人種も違うんですが、
それを超えて、理解をし合い、し合って、一緒に制作をしてます。なので、これはもちろん日本人の目線として伝えたいことが真ん中にはあるんですが、その周りにはですね、もちろんアメリカの今のこの政治の状況ですね、そういったものをやっぱり不満に思う、僕を的には集めて一緒に作ってます。なんでまあ、日本人として思うことはたくさん日本に対してありますし、それはこういう場所で発言していきますが、根本的には、まあ、今までその、まあ、僕らの今回の、まあ、マネージメントのプロデューサーもやってるロブ・キャバロという人間はですね、グリーンで、まあ、イケミカル・ロマンスっていうバンドの、まあ、売れたアルバムをプロデュースして、まあ、すごい方なんですが、やっぱりグリーンでしかりですね、そういう今のその当時のアメリカの政治に対してかなり強く、発言をしたアルバムが世界的にもやっぱりヒットしていて、バンドってやっぱり世界を回って世界を見れば見るほどそっちにやっぱ引っ張られるんですよ。なぜならやっぱりそのオーディエンスが増えてくると伝えたいメッセージっていうのがやっぱりただ売れたいだけとかそういうことだけではやっぱとどまらなくなってきて、やっぱり世の中をもっと良くしようよっていうところに必ず行くので、まあモンスターバンドっていうのは大抵やっぱり環境問題しかり、政治のことしかり、やっぱりどんどん突き詰めてって、まあ言い方悪いですけど、まあ、僕は学もないのでバカはバカなりにですね、やっぱり世の中を良くしようと思って、まあ、いろんなことを試行錯誤して考えてできることをやろうとするんですね。まあ、それが今回自分たちも、まあ、バンドをやって、まあ、約20年近くになりますか、海外に出て約もう10年ぐらい経ちます。いろんな経験値を自分のリュックサックにこう詰め込んだ上で、もう一度ここからこう違ったベクトルに向かって、歩みを始めるという、今そういうまさに時期になってます。まあ、なんでね、これは僕は今の混沌とした世の中でに対してメッセージとしてミュージシャン側から出てくるのは必然だと思っていて、まあ、それを自分がただやってるだけなんですが、というわけで、まあ、そのアルバム、まあ、曲に関してはいろんな人が携わってます。ぜひなんていうんですか、誰が曲を作ってるかとかね、そういうのも見たら実は意外と面白いのかなと思います。まあ、政治的な状況を考えると、まあ、いろいろアメリカも日本も、まあ、世界もそんなに変わらないんですが、まあ、変わらないからこそ意外と僕ら世代、もう少しそれより上の人たちはですね、まあ、そういうことに対して危機を持って動いてるのかなという、そんな感じがします。というわけで、あとは何か話すことあったっけな。 Do you want to talk about the new like songs and new album and stuff? Like what? Like I did it pretty much everything, likeTalking about new songs and like album and stuff, but also like I was like, you know, speaking out with the Japanese. Yeah. Say, I mean, there's a lot of like the Americans, like maybe Mexican people and like the Brazilian, like a lot of like the people over there. So maybe the English is better, but I'm not like not like professional like the English. Yeah, speaker, totally. So maybe we should wait for more songs.Oh, after released? Yeah. Okay. So you have like more information about more songs. Because it's, the whole album is, you know, a lot of different songs about a lot of different issues. Yeah. With the world and with Japan and with America. Mm-hmm. And also with your life and you're getting stronger and...healing and growing, so it's too much to talk about from just one song, but definitely, you know, definitely like when more songs come out, a lot more situations in each song, then you have to write a book. Yeah, I was like talking about books, yeah, like before when we get started this album, yeah, so.How was it, like, actually, like, when you first time, like, saw everything? Like, from my opinion, actually, the books. Oh, the... What kind of, like, feeling? Your, like, essay? Yeah. You wrote? Well, I already knew, like, you know, when you said, like, this is what I want this album to be, and we were writing a lot of songs. We wrote...over 30 songs last yeah. year. Last summer we went to Biarritz because you were on the Muse tour, mm-hmm. and you had 2 weeks off, and they said we went to Biarritz. You can go back to Japan
or we can do like a writing camp in France. Yeah. Yeah. So we wrote the album, but we wrote over 30 songs, like the whole group, everybody in your band. This is the first time your band has been like in the studio together, like writing songs. Mm-hmm. So I think it was really special for your band to be involved and for you guys to come back, because it reminds me of like when you first got started, you know, when you guys were teenagers. So it's so different because everybody lives in different places and everybody's even like a members, yes. Yeah, members members live in different places. I'm living here. The other members like living like, you know, like Canada or like Japan sometimes. Yeah. It's crazy. So, you know, to get everybody in the same place to recreate the essence of One OK Rock. You know, like it's funny because, you know, when like some albums we had some like softer songs, people said, oh, One OK Pop. Yeah. Fucking One OK Pop. That was the Irish song, yeah. But I mean, your heart is truly like rock and roll. And like sometimes, you know, when life is pretty good, you don't want to like sing, you know, angry songs or making sad songs or whatever. So, you know, and not saying we made only angry or sad songs, but we're talking about real life, real things, real situations of the people. Mm-hmm. So the biggest voice of that is rock and roll. But to make a rock and roll, truly like legendary rock and roll album, we have to put, the band has to become, you know, the essence of One OK Rock again. Mm. So we went to Bia Ritz, we wrote over 30 songs. And we picked the best 12, maybe 13, some 14, maybe. Mm-hmm. And yeah, it's a lot of really deep lyrics and very powerful, you know, message. Mm. So they have to wait, but yeah, it's been a long like journey, this album. Even some songs from Luxury Disease. Yeah. Came over this time. Mm-hmm. So maybe 2 years more after you put this album out finally. So it's good because in that time you have to like truly understand the people and the world and the situation, and you have to speak from like true conviction and real experience and real understanding. And we're still doing that. We're still learning every day. So it's going to be really strong. What do you think about like now in the situation in the United States? What do you think? Like it's pretty much hard. It's very difficult. And I don't talk about it a lot because it's scary. And also like we don't know everything that we need to know. And sometimes it's a lot of lies and propaganda and things. And the internet is totally, you know, hard to follow. Like, even the news sometimes is difficult. So we just have to have compassion and we have to, like, be really smart and really vigilant and try our best to understand each other and understand what's going on. Yeah, it's a very difficult situation. My opinion is I really hope that, you know, like I know it's a similar situation in Japan. Yeah, I mean, like, you know, we can choose a prison. I mean, that prison, like, yeah. Yeah. But you guys, you can choose a prison. We have just only two parties. We have two popular parties, but we have a lot of third parties that are really, that have a lot of really great, you know, ideals. Right? Yeah, and, yeah, yeah. And a lot of empathy and compassion for the world and what needs to happen to make the world better or make the country better, you know, at that. And our media doesn't give any airtime to the third parties. So it's only debate between, mm-hmm. you know, two Muppets. It's really difficult. So I'm just praying and waiting, you know, and trying my best to understand. And also so much going on in the whole world, not just my country. Like I'm trying to just like pray for my country, but also every country needs love and prayer. So it's tough, man.
But that's why we're just trying to, you know, our job is we have to give people medicine, and music is medicine for the people. Words, yeah. Yeah. That's true. They need medicine. So we're going to make a good album and try to talk about what's going on in a way that helps people cope. Yeah, and it's actually, yeah, it's medicine, but, you know, it means like we can't fix it, everything. Yeah. Medicine is just a medicine. Yeah. But getting better, right? Yeah. So, yeah, it's great. It's good. We have to heal, yeah. I mean, our job is like we can't, you know, always be the people making the changes, but we can give the voices to a lot of people to make change. So that's what music is about. Music, especially this album, is just medicine for the people, because the people really need to get better and to be strong through the next, you know, the next mm-hmm. chapter. So mm-hmm. that's your job. And now you're coming back to like really be with the people, and your band members coming back together. It's like fucking Power Rangers. Power Rangers. Yeah. Go, go, Power Rangers. Except your powers is music, so. Go, go, 1OK Rock. ということです。まあ、日本の人、わかんない、英語わかんない人はほとんど理解できなかったかもしれない。俺もね、英語なんか勉強してきてないから、学校も出てないし、ろくに。パッションと、気合だけでここまで来たっすよ、やっぱ。全く英語喋れないのに、喋れるふりしてアメリカ乗り込んで、受けたこともない、アメリカ人からのインタビュー受けて、頭真っ白な状態で適当に答えてるみたいな。多分 YouTube 探せばいっぱい出てくるけど、そんな時代もあって、でも、環境を変えれば人間は必ずいい方向に進むっていう、なんか野生的な感が働いてですね、とりあえずこっちに来て、そして、まあ、あまり日本語を喋る環境からは距離を置いてですね、もうアメリカの文化やアメリカのものをとりあえず手に入れる、理解をするってことですね。僕やっぱり何かを理解してない状態で、それに対してなんか語ったりとかするのは結構あんま得意じゃなくて、だからこういう政治的な話もやっぱりずっと、水面下で自分なりにいろいろ勉強させてもらって、やっぱこういう作品を作ってるんですよ。なので、まずその歴史的な解釈みたいなところで言うと、どれが合っててどれが間違ってるかって、アメリカ側から見ても日本側から見てもなかなかその難しいんですね。その人それぞれ感情もありますし、でしかも僕はその時代に生きてないし見てないので、やっぱり何かこう昔のものをこう引っ張り出してきて見たりとかですね、その時それを経験した人から話を聞いたりとかですね、そういうものでしかないんですよ。で誰から聞くかによってもだいぶイメージ変わりますし、ただ一つ言えることは、まあ、やっぱり、そういうことを勉強しながら訴えていくっていうことはリスクもあるけれども、やらなきゃいけない時代に来てしまったっていうことですね。ぜひ、これを見てる人たちにも、政治にもっと関心を持ってもらいたいなと思いますけど。まあ、今、タイラーが言ったみたいな、まあ、話をですね、常日頃、この何年間かずっとしてきました。こんなこと言ったらよくないんだけど、やっぱりアイオブザストームから、自分のそういう気持ちっていうのは始まっていて、会社を独立したのもあのツアー終わってからですし、その直後に神戸がコロナが来てですね、もう本当に自分の頭の中も真っ白に一回させられて、でもやっぱり訴えていかなきゃいけないことっていうのをさらにあそこで確信できたし、まあ勉強もしましたし、でその次にやっぱりロックとしてこれを表現しなきゃいけないというのもあったので、やっぱりもう一回ロックサウンドに戻って、さらに次のその僕が見据えていた今回のこの作品、そしてこの後のアルバムに向けて、やっぱりロックなサウンドをもう一回持ってきていて、まあ本当だから長いプロセスなんですが、いや皆さんにこれを聞いていただいて考えてもらえる時間があれば本当に僕はミュージシャンとして嬉しいなと思ってます。長いことダラ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 喋っちゃったら得意じゃねえんだよな、やっぱこういうのな。でも本当にそうね、世の中が良くなることを願ってるなっていう感じかな。まあでもそうね、今回やるツアーはあくまでもまあこの20年間だったりとか、まああとこの「ラグジュアリー・ディジーズ」というアルバムを出してからの集大成みたいな感じで回る世界ツアーなので、まあ、正直こんなにチケットバカ売れするとちょっと俺も思ってなくてびっくりしてんだけど、でも
もうそれを知ったからには全力で自分の気持ち伝えに行くんで、来てくれた人にですね、しっかりと音楽という世界から訴えかけていきたいと思います。そしてアルバムが出た後はですね、本当にこうもっともっとでかいツアー、間違いなく僕ずっと言ってきてんですよ、昔若い時から、ワンオクロックが世界を変える日が来ると信じてると。次のアルバムで絶対変えるんで楽しみにしててください。日本人全員が日本人として生まれてきて誇りを持てるように僕はもっともっと頑張りたいと思ってますし、必ずやりますから、もうちょっと時間が経ったらね、分かる日が来ると思います。というわけで、とりあえずは今日はこんな感じで自分の、熱い思いと、そして、石丸さんお疲れ様でしたということと、キングダムぜひ見に行ってくださいということ、アルバムお楽しみ、ツアー頑張りますということを伝えて終わりたいと思います。またなんか結構 DM も見るので、どうせ文句言いたい人もいっぱいいるでしょう、送ってください。で、ああでもねこうでもねといろいろあると思いますけれども、それも一意見としてね、受け止めます。で、受け止めて何年か経った時にですね、ああこんなこと言ってたけどちょっと違ったかもしれないなと思われるように、僕自身もミュージシャンとして行動してですね、今のこの、コロナの時もだいぶ言いましたけど、僕はあの時も間違ったことは一言も言ってないと思ってるので、今回も間違ったことは一言も自分は言ってないと思ってます。じゃないとここまで強く言いませんので、なのでまたそれが ああいうことだったのかと言ってもらえるように精進しますし、皆さんも思うことがあればぜひ、誹謗中傷はダメよ、あんまり俺そういうの好きじゃないから、あまり人をこう、こけ下ろしたりするの、僕はもうちっちゃい時からね、やっぱり芸能人の家に生まれて大変苦労しました、それに対しては。だからこそ人の痛みも分かるし、よくないのよ、皆さん本当プロでも言葉って時に銃より恐ろしいですから、最近はねそういうことはあんまり分かってない言葉の使う人たち、言葉をこう、使う小学校1年生みたいな、なんかまだそういうレベルで人を誹謗中傷したりして、もう分かりますよ、その自分のコンプレックスとか自分の中でイライラした気持ちをぶちまけたいのは、ただねそれをするといろんな人が同時に傷ついてしまうということはそろそろ分かんなきゃいけないかなと見てて思います。だからいいんだけど発言することもね、僕もこんなこと言ってますけど時に言葉を選べない時もありますから、それは全然理解はできるんですが、なるべくやめた方がいいです。少なくともワンオクロックのファンはやめてほしいな。いいじゃん、それはそれで一つの意見としてさ、ワンオクロック一発ってワンオクロック好きだけど今回のその選挙の件で絶望しましたって、いやいいじゃん、絶望は俺はとっくのとにしてるから、その人がそのタイミングで絶望を経験できたんだったら今度絶望から這い上がるだけだから、で俺はそれをやっぱ証明するために頑張るだけだからいいのよ、一時期嫌いになるのもいいじゃない、でまた好きになってくれるように頑張るし俺は、でもそんなことで嫌いになるのもおかしな話だなと思うんです。だからワンオクロックのファンの皆さんはいろいろね俺らのバンドが好きだから擁護してくれる人たちたくさんいるんだけれども、そこはね逆にも触れなくていいよ、これは俺からのお願いでもあるけど、なんか言ってる人たちは無視していいんじゃないかなと、あんまり関わる必要ないと思います。なんでありがとうっていう気持ちはあるから、普通に自分がそういうことに対して反応してくれて、そうじゃないんだよって
ただ俺はそれよりも辛くて悲しいのは、一応俺がそういう発言をしてなんか嫌だって思ったワンオクロックのファンと、いやそれはタカだからそうやって言うでしょっていうファンがコメント欄でこう喧嘩してるのは結構一番嫌かも。どっちも一応二つとも考え方は違うけどワンオクロック好きで聞いてくれてるわけじゃん。でそのベーシックよりは同じな人たちが何かこう俺がした発言についてアギュメントしてるのはなんか、うん、ちょっと切なくなるしごめんなさいって思っちゃう。だからいいのそれは、その人の意見だから、それ当然だから違う意見があって、でそれをまあ許される範囲内で議論するのが、許される言葉をね使ってね議論するのがやっぱ素敵なことだし、それは俺は止めませんけど、でもなるべくねそれは言ってください。そんなこと言ったら僕なんかも言いたいことたくさんありますよ本当に。だけどまああんまり言ってもしょうがないからっていう感じです。なんか結構いっぱい喋っちゃったね、ごめんね。はい、というわけで、またちょっとインスタグラムライブね、ちょっと時差があって頑張って夜遅くにやろうと思ってんだけど、やっぱ早く寝ちゃうんで、そうっすね、まあ、この時間帯にやることが多いと思います。アメリカにいるときはこの晴れた素晴らしい気候の下で、素晴らしいバイブスを持ってですね、自分の思ってる気持ちを話した方が僕も気分がいいので、なんでまあアーカイブ残しますんで、寿司です、アーカイブ残しますんでまた見てみてください、よろしくお願いします。じゃあまた皆さん日本で、そしてインスタライブで会いましょう。ありがとうございました。バイバイ。